関東では昨日と比べてぐっと気温が下がって、昼間は20度を下回るところも出てきそうですね。はい、そうですね。これから昼、そして夕方とどんどん空気が冷たくなっていくということになります。まずは現在の気温から見ていきましょう。関東の現在の気温、8時30分の時点で見ていきますと、20度以上というエリアがありますけれども、東京都心で 20.4 度、それよりも内陸に入りますと練馬ですとか埼玉といったところはすでに20度を割り込んでいるといった状況です。東京都心も深夜0時を過ぎた頃に今日の最高気温25度を観測したんですけれども、その後はじりじりと気温が下がっている状況となっております。昨日の同じ時間に比べましても、すでに4度から3度ぐらい低くなっているということで、皆さんからの体感報告でも肌寒いという報告増えている状況です。こちらが東京の体感報告ですけれども、水色のところが爽やかちょうどいい、そして少し濃い青色のところが肌寒いという報告で、大体この時間帯は3割から4割ぐらいで推移しているという状況になります。昨日の同じ時間帯見ていきますと、まあ、1割いるかいないかというところでしたので、まあ、昨日の朝に比べてもすでにだいぶ肌寒さを感じている方が増えているといった状況です。そしてこの後はだんだんと気温が下がっていきます。ピンク色の20度以上のエリアは時間とともに縮小傾向で、午後の2時3時になりますとほとんどのところがオレンジ色、15度から20度というところに移っていくという形になります。さらに夕方にかけては山沿いのエリアからこの15度以下の黄色いエリアというところも拡大傾向ということで、徐々に気温が下がるということを示しております。東京で見ていきましても、現在20度ほどではありますけれども、この後午後になると20度を割り込みまして、夕方の時間帯ですね、この時間帯ではもう16度ぐらいまで下がるということになる見通しです。この後本降りの雨が続くことに加えて、北寄りの風やや強まる傾向となります。夕方の時間帯の風の分布見ていきますと、沿岸部では10メートル以上、東京都心など平野部でも5メートル前後ということになりまして、まあ、体感温度はこの風によってさらに下がるということになる見通しです。まあ、昼間の気温が昨日よりも10度以上低いところもある上に、こういった雨や風が加わることでかなり肌寒い一日ということになっていくと見ております。はい、この後も体調を崩さないようにお気をつけください。最新の雨情報や気温の情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。